回頭かけますね。そもそも、セミナーがあったんですね。でその時に体が辛い人をグッとハグをするとなんか気持ちよくなるじゃないですかね。シーツとかタオルケットとかでやってたんです。おひな巻きのこの布の地を扱ってた私たちがこの布の地で大人用のサイズが欲しい。特におすすめするのが体の不調がありますよね。疲れた、頭が痛い、腰が痛い、入ってみたらって言ったらなんか気持ちいいんですけどって。全然なかったですね。先生もおっしゃってましたけど、密着してることで安心感もあるので。最初頭かぶるはなかったんですよ。頭かぶらないでこうやってたのが、誰かがかぶりたいって言ったら、え、かぶるって言ってこうかぶったらもっと暗くして結んでくださいって、はい、じゃあ下と上とで結びますって言って、あんなタイプになってきましたかね。ちっちゃなサイズので子供が入るのをおひな巻きっていうふうに言ってたと思ったら、これが商標になっちゃったんですね。布地自体が商標になったので、で、これで巻くのがおひな巻きだよっていうことになって、じゃあ大人が巻いたら先生何言ったら、赤ちゃんの大きい場、大人が巻くから大人巻きや。赤ちゃん巻くのがおひな巻き、じゃあ子供がいたら子供巻き、大人巻いたら大人巻きか、みたいな感じで今ちょっと言ってるんですけどね。